よろしくお願いします。はい、お願いします。おお、いい声してますね。うん、エレン、ありがとうございます。声真似してますか？あ、はい、やってますよ。なんなら、もう僕もちょっとあのリバー兵長の声真似がマジで？ちょうどいいんじゃない？おい、ガキども、うるせえな。めっちゃ似てる。え、似てんだけど。リバー兵長、エレン、何のためにここへ来た？日本語下手だから。めっちゃ似てるやん。え、似てんだけど。これやりとりしや、ちょっと。日本語があんまり上手じゃないんだから。全然いい、全然いいです。セリフだけはあのできる。全然いい。セリフめっちゃ兵長じゃん。今お前に必要なのは教育じゃなくて教訓だ。ってみたいな。おーおーおお。めっちゃ似てんだけど。おい、どこへ行く？お前らが決めるんだ。僕はここに行きたいです。やべえ、これマジでやべえって。なんかリヴァイ兵長がいると億劫になってしまうというか。ちょっとやばすぎるやろ。誰が俺引き講師やん、やかましいわ。駆逐しなきゃ。やめろ。じゃんじゃんやろうか。じゃんできるかな。おお、できそう。エレン、俺だ。エレン、なんかいいものあるか。な、こちらにスカーがあります。よかったら届けに行きましょうか。すげえ、鳥肌立った。僕だと少ししゃくれるとそれっぽく聞こえたりする。あ、しゃくれるリヴァイって言ってたね。そう、僕の場合だとそうなんですよ。しゃくれるリヴァイ。おい、ガキども、これは一体どういう状況だ。わかんなかった。出ます。チャクレディバイとコラボしてるよ。はい。あ、一人二役。うん、一人二役やってみてよ。おい、エレン。あ、どうしたんですか？この前の装置どういうことだよ。いや、僕なりに頑張ったんですけど。おい、エレン、あの人の人が。あの、リバイヘッド何言ってるか分かりません。そっちの車乗せてください。お願いします。マジか。タイヤが破損しました。俺のせいじゃなくね。俺のせいじゃなくない。ちょっと待って。こっち来て。誰の仕業だ。俺のせいじゃないって。行くぞ、エレン、リヴァイ、兵長。行くぞ。頑張りましょう。ごめんなさい。リヴァイ兵長、俺はごめんなさい。ブシ。